北京第二大学芸術学院ダンス部は、中国クラシックダンスを中心に過去4年間に中国民族ダンス、クラシックダンス、関東ダンスなどの芸術形式を代表とし、日体大と交流活動を行いました。今回の実演会では、中国古典踊り、舞狂を披露させていただきます。演技指導は、蕭敬瑩です。Yeah!
4年、文田健一郎選手です。柔道部2年、古賀颯選手。そして同じく柔道部1年、古賀健一選手。新体操からは、先ほども美しい演技を披露してくれたナショナルチームのキャプテンも務めます。4年杉本晴美選手です。陸上競技部1万名の中華会の日本で開催された第47回体操世界選手権種目別ゆかで見事金メダルを獲得しました。同じく世界選手権において種目別ゆか跳馬で金メダルを獲得、個人総合では銅メダルに輝いた白井健三選手です。そして柔道の東京オリンピックでは最も経験に近い男と言われています。そしてリオパラリンピック陸上 400m 銅メダリスト辻沙絵選手です。本日はこの後実際の走りの結果をお伝えいたします。それではここで日本体育大学学長具志堅コーチよりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。学長の具志堅浩二です。いや、このようにたくさんの方にご来場いただき、おみ足を運んでいただいたことに心より感謝を申し上げたいと思います。選手はこの日のために一生懸命に練習を重ねてまいりました。どうか素晴らしい演技には大きな拍手をお願いしたいと思います。日体大は2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け力強く歩んでまいります。これまで以上にご支援ご声援をよろしくお願い申し上げます。それでは私より選手の皆さんにインタビューをしたいと思います。お話を伺います。選手の後を継いで個人総合で初めて戦いましたけども、どういう感じをしましたか？小林さんが怪我で出場してしまったので、ちょっと想像以上に早い、こう一人立ちというか、小林さんにいろいろなことを 学ばせてもらいながら試合をしたかったんですけど、もう一人でやるしかないと思って、頼る人は誰もいなかったんですけど、キラキラ持って試合をやりました。2020年個人総合大丈夫でしょうかね。ゆかの跳馬の金メダルも今回世界選手権で取ってますし、団体もリオで金を取っているので、個人総合も含めて金を取るのは当たり前なので、何個取るかどう取るかっていうところにこだわって東京は戦いたいなと思います。さあ、白いチームを持ちました白の4番は堀江航選手、元プロのバスケットボーラーです。一緒にプレーしてくれているのは青チーム5番大学院2年生の福西君、そして青6番は大学院2年生の西健君、白5番は体育学部2年の新井君、そして白6番は体育学部コーチの宮田君です。せー